溶媒。溶媒、溶媒は、他の物質を溶かす物質の故障。工業分野では、溶剤と呼ばれることも多い。最も一般的に使用される水のほか、アルコールやアセトン、ヘキサンのような有機物も多く用いられ、これらは特に有機溶媒、有機溶剤と呼ばれる。溶媒に溶かされるものを、溶質、ソルトといい、溶媒と溶質を合わせて、溶液。 ソリューションという。溶媒としては、目的とする物質をよく溶かすこと、溶解度が高い、科学的に安定で溶質と、化学反応しないことが最も重要である。目的によっては、沸点が低く除去しやすいことや、可燃性や毒性、環境への影響などを含めた、安全性も重視される。水以外の多くの溶媒は、極めて燃えやすく、毒性の強い蒸気を出す。また、 化学反応では、溶媒の種類によって、反応の進み方が著しく異なることが知られている。溶媒は効果。一般的に溶媒として扱われる物質は、常温常圧では、無色の液体であり、独特の周期を持つものも多い。有機溶媒は、一般用途として、ドライクリーニング、テトラクロロエチレン、シンナー、トルエン、テルピン油、マニキュア除去液や接着剤、アセトン、 酢酸メチル、酢酸エチル、染み抜き、ヘキ酸、石油エーテル、合成洗剤、オレンジオイル、香水、エタノールあるいは化学合成や樹脂製品の加工に使用される。また抽出に用いる。溶媒と溶質は対別すると、高極性溶媒、浸水性と低極性溶媒、素水性とに区分できるが、比較の問題なので明確な線引きはない。極性は、 油電率や、相極子モーメント等で評価される。経験則として、高極性物質は高極性溶媒に溶けやすく、低極性物質は低極性溶媒に溶けやすい。これは、似たものに溶けると言い表される。具体的には、無機子を、例えば食塩や糖類、例えば諸島など、極性の大きい物質は、水のような高極性溶媒に溶けやすく。 また油やローなど極性が小さい物質は、平気酸のような低極性溶媒に溶けやすい。また、高極性溶媒と低極性溶媒、例えば、水と平気酸、食図とサラダ油とは相互に混和せず、よく振り混ぜてもすぐに二層に分離することが多い。溶解性の定量的な指標としては、溶解パラメーターが用いられる。極性溶媒は、プロトン性極性溶媒と、 非プロトン性極性溶媒とに分類される。プロトン性溶媒とは、プロトン共有性を持つ溶媒のことである。多くのプロトン溶媒は酸素あるいは、窒素原子に結合した比較的酸性度の高い水素を持つ。また、酸素、窒素は、非共有電子体も持つことからプロトン需要性、類ス塩基性も併せ持つ。この性質により、プロトン性溶媒は、溶媒分子間で、 水素結合を形成しているものが多い。水、エタノール、酸酸 O などが例として挙げられる。非プロトン性極性溶媒としては、アセトニトリのアセトン CH などが挙げられる。プロトン性極性溶媒はイオンを安定化する効果があるため、S1 反応等のイオン生成が立足となる反応によく用いられる。一方、非プロトン性極性溶媒は非ンのみを安定化するものが多く、 影ンの反応性を高める傾向があるため、S に反応等に好んで用いられる。溶媒の重要な特性に沸点と気化熱が挙げられ、それにより蒸発の速さが決定づけられる。ジエチルエーテル、塩化メチレン等、一部の低沸点溶媒は、室温で、秒単位の時間で乾燥する溶媒として用いられる。一方、水やジメチルする保機種度のような高沸点溶媒の乾燥には、加熱、 減圧、気流化等の条件が必要である。多くの有機溶媒は、水よりも密度が小さく、水の上に浮かぶものが多い。例外的に塩化メチレンやクロロホルムなど、ハロゲン系溶媒の一部や、酢酸などは、水よりも比重が大きい。水は、不燃かつ無毒である。多くの溶媒には危険性があり、炭化水素やエーテルの可燃性の高さ。 エーテル系の爆発性の酸化反応、またベンゼンなどの毒性に注意を払う必要がある。多くの溶媒には引火性がある。一般的には気発性が高いものほど引火性が高い。ただし、塩化メチレイやクロロホルム等、難燃性の溶媒もある。また、ほとんどの溶媒蒸気は空気よりも重く、容器下部に沈んで滞留しやすい。そのため、 空のドラム管や溶媒管の中にも溶媒蒸気は存在しうる。ジエチルエーテルやテトラヒドロフランなどエーテル類やニプロパノール、クメン等は酸素にさらしておくと爆発性の高い加酸化物を形成する自動酸化。特に光が当たると加酸化物の生成が加速される。これらの加酸化物は蒸留時に高沸点のめ分に濃縮されることが多い。エテル類は 暗所で BHT のような安定化剤を加えたりして保存するが、これでも火山の生成を完全には止められないことに留意する必要がある。分前バーナーではなく安全性のため電熱フラスコヒーターを使い、沸点が90度以下であれば水上記憶が普通である。ほぼすべての有機溶媒には有毒性がある。多くの有機溶媒は麻酔作用を有し大量吸引時に 急激な意識喪失を起こしうる。この性質のため、医療用の麻酔薬や鎮痛剤として利用されたが、その多くは神経毒性や発言性を併せ持つのため、現在は使用されていない。発言性の観点からは、クロロホルムの他にも、ガソリンにも含まれるベンゼンや、ハンピなどは発言性を有する、もしくはその可能性があると考えられている。メタノールは、 代謝により生成する疑酸のため、視神経に障害を与え、失明さらには死亡することもある。その他、臓器に障害を起こすものも多い。肝臓や腎臓あるいは大脳など、有機溶媒の毒性や環境負荷がしばしば問題となる。このため、強毒性の溶媒から、比較的低毒性な溶媒への置き換え、あるいは溶媒量の削減。 といった科学プロセスの開発が行われている。それらはグリーンサスティナブルケミストリーで扱われる研究内容である。高科学製の手袋には20種類以上あり、つまり全てに対応していることはないためであり、不適切な場合手袋を通過する。有害な溶媒、あるいは薬品などでも触れた場合、直ちに石鹸と水で洗う。大部分の抽出や、 化学反応で使われる一般的な溶媒の等級は、主薬等級であり、純度は97から99%で、わずかな水分や揮発性の不純物を含む。一部の場合には、さらに高純度の溶媒を必要とし、そのために高純度な溶媒を買ったり、あるいは溶媒を生成することになる。溶媒には、化学的安定性を維持するために安定剤が添加されている場合がある。 また、水分や、その他の不純物が混入している場合もある。溶媒の生成とは、一般的に、乾燥と蒸留のことである。モレキュラーシーブなどの乾燥剤による乾燥や、蒸留操作により生成が行われる場合が多い。溶媒は、無極性溶媒極性非プロトン性溶媒極性プロトン性溶媒に分類した。極性は、有電率で表し、 有電率の順に並べた。無極性溶媒で水より密度の大きいものは太文字で示した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。